あれなんですよ本当、今度シュワーボにねあの、チームドクターがつきまして。<laughs> はい。そうなんですよ。大西さんという方がつきまして。クラブにそう、トレーナーさんがいて、チームドクターがいて、芝で週4でできて、スポンサーもついててみたいな。そうも,もう、上がらないと面白いクラブになっちゃうんで、うん、ありがとうございます。 頑張りますよ。桑田社長のスポンサーって、桑田さんはスポンサーついてくれてますけどね。そう、選手が怪我したときとかにすぐ、まあね、それぞれがかかりつけのお医者さんはいるんですけど、まあうちにもいるよっていう感じですね。まあね、前現場全部来れるわけじゃないですけど、それでもね、できるだけ来ていただけて、って感じで、もう加入決まりましたんでって感じですね。ねそれで就職先もあっせんできてって感じで、本当、本当ありがとうございますっていう。 あとはね、練習環境だね、グラウンドだね。スタジアムとまで言わないから、グラウンドが、都内に欲しいけどな。ただ、あれなんですよね。あれ、この間何で見たんだっけな。どっかのクラブも、グラウンドがあれできないから、移転したみたいな。結構有名なクラブでもそれあるんですよね。ホームタウン変える問題ね。 グラウンド問題観点からも23区内かの J リーグたチーム誕生難しいんですどそうだ、それがね、今度、南葛さんがそれできるみたいなね、話はあるよね。そうだ、これシュアボどうなるのかなみたいなのありますよね。セカンドチームはどうなるかね。も、ま、う、あ、この間ね、初めて試合やりましたけど、まあ、セカンドチームって言っても、ファーストチームのスタメン以外が出るって感じなんでね、2チームで運営していくっていうより、2チーム体制でシュアボの強化に行くって感じなんで、まあ、今後もちゃんと選手たちが約束を 守ってその選手たちに対してのモチベーションを落とさないようにスタッフが頑張ってっていうみんなで協力し合えればできるでしょうね <music>